フネドアラ県は、ルーマニアのトランシルバニア地方の県。県とは出バ。人口は約48万人。民族構成は、ルーマニア人92.7%、マジャル人5.2%、ロマ人1.4%、ドイツ人0.4%。東は、アルバ県とブルチャ県。西は、アラド県、ティミシュ県、カラシュセベリン県。南は、 ゴルジュ県に接する。産地が多く、中央を東から西へムレシュ川が横切っている。北はアプセニ山地、南はトランシルバニアアルプス山脈に属する山地からなる。ムレシュ川による谷の他に、アプセニ山地にはクリシュル・アルブ川による谷もある。南にはジウ川に沿った谷があり、オルテニア地方に通ずる道となっている。フネドアラ県の産業は、 この地域の工業と結びついている。産地では古代から金属や石炭を産出した。現在ではミッタルスチールが保有する工業団地がある。1990年代に多くの鉱山が閉山したため、船ド原ラ県の失業率はルーマニア平均の5.5%に比べて9.6%と最も高いものになっている。県は7つの都市、7つの町。 55の正直体から、なる。国家統計局ポップやレイティ国家統計局ポップやレシャデュープエトニーアーカイブド2009年8月16日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。